今日の調べてみたらのテーマは、これ危険生物、夏に注意が必要な危険生物です。梅雨が明け、夏のレジャーが本格化。楽しみが多い海では、赤を刺されたよ。どこら辺刺されたんですか？俺はこうね、浅瀬に潜む厄介者、赤エイに刺されたという男性の足は写真写したんだよ。パンパンに腫れ上がっています。そして山ではハイキング中に、悲鳴を上げた女性の足にいたのは血を吸うヤマビル。さらに住宅街でも感染症を媒介する危険生物が。今医者に行ってきてマダニですね。マダニの中に菌があるらしいんですよ。その菌で熱が出たりとか。ということで、夏の危険生物がどんなところに潜んでいるのか調べてみました。まず取材班が訪れたのは千葉県船橋市にある海岸。週末には多くの人が訪れる人気の潮干狩りスポットですが、ここに危険生物が潜んでいました。潮が引いた干潟にいたのは、いた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 、いました。赤い平たい体に長い尻尾、赤エイです。しかも1、2、これ3で、隣に4で、最後ここ5匹いますね。さらに潮干狩りを楽しむ人たちのすぐそばにも、いた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 、赤エイに気づかず近くを人が素足で歩いていきます。気がつかないで踏んじゃうよね、これやっぱりね。危ない危ない、キモい、怖い怖い。誤って踏んでしまうと危険なのが、尻尾についているこの毒針。鋭く尖り、しかもギザギザの返しがついているため、長靴も貫通し、なかなか抜くこともできません。赤エイに刺されたことがある男性は、赤を刺されたよ。どこら辺刺されたんですか？俺はこうね、外側歩いててさ、パチーンってさ、足上げたらポツンって刺さっててさ、ぶら下がっててさ。これが刺された時、刺された後の足の写真を見せてもらいました。写真写したんだよ。足の甲は大きく腫れ、パンパンに膨れ上がっています。何人もいるもん、足のがすごくなっちゃってさ、赤エイの毒針に刺されると激痛が走り、時には血圧の低下や下痢などを引き起こすこともあります。最悪の場合には死に至るケースも。干潟ではなるべく素足で歩かず、足元に注意することが必要です。海に潜む危険生物は他にも。自然や生き物に詳しいプロナチュラリストの佐々木博さんに同行してもらい、神奈川県葉山の海で岩場を探してみると、いた、スベスベマンジュガニ。スベスベマンジュガニ？
あのね、ここ、わかる？これ、ここ、ここ。顔出してるでしょ？どこですかね？これ、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 これ。見える？見た、見た、見た、見た。見えますね。岩陰に潜んでいたのは、体長5センチほどのスベスベマンジュウガニです。名前は可愛らしいのですが、潮だまりの最も恐ろしい生物と言ってもいいでしょうね。触っても大丈夫です。ですけれども、絶対に食べないでください。猛毒です。足一本食べただけで人が亡くなることがあるんですよね。間違っても絶対に食べてはいけません。磯で生き物観察をしていた親子が何かを指さしています。あ、いた。これ危険生物、ガンガゼっていうの。いや、絶対触っちゃダメだよ。岩場の潮だまりによくいるウニの一種、ガンガゼです。特徴としては体がちっちゃくて、そして針が長くて、この針はね、すぐ折れるようになってるの。だから触んないで。刺さるとポキッと折れちゃって体の中に入っちゃう。ガンガゼの針はとても折れやすいため、刺されると皮膚の中に残ってしまうことが。見てください、網の中でもうトゲが折れてますよ。何もしていないのに刺さって折れて取ることができなくなっちゃうんですね。だからガンガゼは厄介なんです。刺されるとしびれるような痛みが続き、重症の場合は手足が麻痺したり呼吸困難を引き起こすことも。何か危険が迫ったなとか思うと盛んにこのトゲを動かすんですね。今ものすごく危険を察知して動き回ってますよね。ガンガゼは光を感知する眼点と呼ばれる部分で危険を察知すると、トゲを動かして刺してくるのです。ガンガゼっていうことが分かったので、触んなくてよかったなって思っています。怖いと思いますけど、触らなければ大丈夫だと思うので。刺されてしまった場合は病院での適切な処置が必要です。続いての危険生物は、これカツオのエボシ。カツオ梅干し？カツオのエボシっていう。カツオのエボシ。海に浮かぶ青いクラゲ、カツオのエボシです。別名は電気クラゲ。猛毒を持っています。もし刺されるとしびれやひどい痛みが広がります。泳いでる時に知らないうちに体にこう絡みついてしまうんですね。そしてまあクラゲ自体で死ぬというよりも溺れて死んでしまう、まあ溺死してしまう、そんな危険性もはらんでるんです。カツオのエボシに刺されたことのある男性は、波打ち側をずっと歩いてた、ビリビリって来て手で取ろうとしたら手にもくっついちゃって肌出してるとやっぱちょっとリスクが高いかな。これはカツオのエボシに足を刺された女性の写真です。足の広い範囲が赤く腫れ上がっています。カツオのエボシはだいたい夏から秋にかけて海岸に現れるんですけども、まあ、最近は地球の温暖化とか気候が変わってくるせいか、初夏ぐらいからよく見られるようになってきてるんですね。続いてやってきたのは栃木県日光市、秘境の渓谷竜王峡です。迫力のある景色を一目見ようと多くの人が訪れる人気の観光地ですが、一部の散策路では注意が必要な危険生物が増えているというのです。それが
あ、いたいたいた。近づいてますよね。うん、近づいてる。来てる来てる。うん、人の方へのそのそと向かってくる山ビルです。梅雨から夏の時期に出没し、人の血も餌としています。二酸化炭素や体温を感じ取るため。え、そこにもいる、そこにもいる、いっぱいいる、いっぱいいる。一匹いたと思ったら、多くの山ビルに周りを囲まれ。あ、やばい、登ってきてた。気づけば足を登ってました。この散策路では肌の露出を減らす服装での対策が呼びかけられているのですが、散策に来ている人は、ちょっとこの辺遊んで帰ろうかなと思いまして来たんですけど、大丈夫ですか？軽装すぎちゃいますね、なんか。さらに日光の名所、霧降の滝までの散策ルートでも。気をつけてください、サンダル。山ビルいるのにこんな格好で来ちゃった。いそうだなとは思いつつ。わー、見てますね。流れで来た感じだったので、ね。そうなんだ。多くの人が対策はしていないようです。全然考えてきてません。すると、インタビュー中に。キルが大発生。どうしよう、どうしよう、やだやだやだ。女性のズボンに山ビルが。やだ。さらに別のグループでも。マジ？お、座れてます。山ビルが男性の靴下に。そこ通ってきたんですよ、ね。だけです、そこだけですね。まあちょっと草むらみたいなところもちょっとは通ったけど。ああ、吸い付かれた。いつの間にか靴下の中に入って足に吸い付いていたようです。気をつけないとまずいですね。山ビルは血を吸うとき、血液を固まらせない物質を出すため、数時間出血が止まらないこともあります。その山ビルが現れるのは山の中だけではありません。近くの住宅では、去年かな、あの神さんが畑仕事してて、ちょっとあの 1,2 回くっついちゃいましたね。だから特にそういうものが嫌いな人にとってはもうえらい悩みですよね。実際に家の前を見てみると、うん、あ、これヒルです、ヒルです。これヒル。うん、なぜ人の住む場所にも山ビルがいるのでしょうか。近くの家の庭にその理由が残されていました。これは鹿が食った後だよね。鹿が運ぶんだよね、ヒルを。実は近年、日光市では鹿が大発生中。住宅の畑や庭の被害が相次いでいるのですが、その鹿に山ビルがくっつき人里へ。鹿から離れた後、そのまま生息しているのではないかといいます。山ビルの被害を防ぐ方法を地元の人に聞いてみると、一番簡単な対処法はですね、塩水、あくまでも予防として、あの道歩く前にあのかける。山ビルには塩が効果的。あ、弱まった。直接かけたり塩水を吹きかけると弱ります。またアルコールスプレーや虫除けスプレーも効くそうです。続いてやってきたのは千葉県いすみ市の住宅街。取材していると、つい数時間前にある危険生物に噛まれたという人が。それが、今医者に行ってきて、マダニですね。この中に庭で草が、草が出た。足に黒いのがついてたんで無理やり取っちゃったんですけど。マダニです。
ヤマビルと同じく人の皮膚に噛みつき血を吸います。さらに厄介なのがマダニの中にそのなんかバイ菌、菌があるらしいんですよ。その菌で熱が出たりとかそういうなんか感染すると危ないから一応抗生物質飲みましょうって言われて。菌やウイルスの媒介です。中でも最近増えているのが致死率10から30% 程度にもなる怖いウイルス SFTS の媒介です。5月には SFTS に感染し熊本県の87歳の男性が死亡しました。その被害は西日本から広がり去年千葉県で初めて感染者が確認されました。普段マダニは山の中に生息していますがなぜ住宅の庭で被害に遭ったのでしょうか。その理由の一つがこちらの一軒家にヒョンが入り込んでいます。房総半島を中心に激増している外来生物のキョン。実はマダニも鹿などの野生動物に寄生し人が住む場所に移動しているといいます。その中にキョンもいるのです。マダニ調査に使われる布を当てて調べてみます。お、ついた。マダニだ。すごい、すぐにマダニがいましたね。キョンが食べていた住宅の植木付近にマダニが潜んでいました。ちょっと怖いですね、うん、子供なんか病気とかが出るんじゃないかなっていうのは心配しますよね。そしてこれからの季節、住宅街以上に気をつけなくてはいけないのがマダニが住みやすい草木が生い茂るキャンプ場です。訪れていた人に対策をしているのか聞いてみると蚊とかだと刺されると痒いんで。マダニとかはいかがですか。どういうこと気をつければいいのかなっていうのがちょっと今のところ思い当たらないんですけど、はい、虫は一応スプレー持ってね対策してるんですけど、あまり気にしなかったんでこれからちょっと気をつけたいと思います。はい。でもでもちゃんと対策がわからないという人がほとんど。あ、ね、ではマダニはどこに潜んでいてどんなことに気をつければいいのでしょうか。専門家と一緒に歩いてみると、やっぱ日陰の方がいいと思うんですよね。テーブルやテントを張る場所のすぐ後ろの日陰にいた。正解ですね。見つけたのはフタトゲチマダニ。危険なウイルスを持つマダニの一種です。こういうところに地べたに直接座ってしまうとかそういうことで刺される可能性とかあると思うので、こういうところだったらレジャーシートとか引いて座ってもらえれば被害は防げるのかなと思うんですけど。マダニは葉っぱに止まっていることが多く、靴や足が触れたりすることで人にくっつくといいます。子供だと身長も低いですし、好奇心旺盛なんで入ってきやすいと思うので、刺されるリスクも高い。緑の多い場所に行くときは長袖、長ズボンの着用や虫除けスプレーで予防が必要です。ということで、夏の身近なレジャーに潜む危険生物は一見安全と思われる場所にも隠れていることが分かりました。